でもつば九郎かわいい、そんなつば九郎かわいい。そしてこの日曜日、神宮にお集まりのスワローズファンの皆さん、ヒーローインタビューです。バレンティン、おめでとうございます。やっぱね、ありがとうございます。マーティン・フリードマンが感触お願いします。感触は分かんなかった。ありがとうしか言えないの。ちなみにレアードもそうですねは言える。そうだよね。そうそうそう、やっぱデイゲームは僕はここに線引きますけど、線引く時は泣いてよって僕はと思います。その線引いた時は僕打つんですよ。うわ、あれはすげえわ。甘いわ、マジで。いい形で、最高スイングができた。チームあれはすごい。バレンディンすごい。チームの何だったっすか。ジャイアンツ相手に完成勝となりました。いや、そこはね、認める。ヤクルト強い。ライト。We came out with a great big club and thank all the fans. Open house. What is the open house? Open house. 東京にいい音を聞けるよね。こういったね、素晴らしい、ゲームができているのは本当に皆さんの応援と、後押しがあっての、野球ができていると思います。ありがとうございます。真摯。今シーズンのバレンティさん、目標をここで聞いてもよろしいでしょうか。ああ。ジャパンクレーンズ強いわ。何何と言うジャパン頑張ってください。ありがとうございます。そして入れ替わっていただきまして、さあ黒いね、初勝利となりました。中尾です。ありがとうございます。そして今の気持ちいかがでしょうか。本当に嬉しいです。この神宮でのプロ入り初の、まあ、お立ち台のことになりますけれどもね、この今景色っていうのはどうしてますか。泣いてるよ、あれ。いや左でしょ。本当よりもちょっと緊張しています。あ、いいところだわ。今日はね、2番手で上がってピシャリと抑えました。今日の手応え、本人としてはどう捉えていらっしゃいますか。いい腕の振りができたので良かったと思います。ウィーニングボールというのを今こちらにゲットに入ってるんですね。これはどうしますか。母に送ろうと思います。ヤフオクでヤフオクで親が一回入ってヤフオクでそこに持ってきたいと思います。信じない、メルカリですか。誰に一番今伝えたいですか。なんかずっと応援してくれた母に。いいやつだ。ちなみにお母さんがやってる居酒屋の一押しメニュー教えてください。家庭料理が売りなのでそういう系だったら何でも美味しいです。めちゃめちゃめちゃおいしい。ハンバーグ、ね、ね、ハンバーグ、ハンバーグ、中尾の実家ハンバーグ。2試合続けてリリーフ陣の立ち台ということになりました。本当にリリーフが陣に力を与えていると思うんですけど、それについていかがでしょうか。去年投手陣がと言われ続けてきたので、まあ、今年こそ投手陣で勝てるチームに。いや今年ヤクルトマジすげえわ。頑張ります。どうしよう。ではチームを代表してファンの皆さんにメッセージをお願いします。それではまだ友人いないです。そうだよ、まだ優勝もいないしさ、こういう試合を続けていって打線優勝できるように頑張ります。よろしくお願いします。今日のゲームは、そして中尾コーチでした。西浦がやばいね、西浦。Oh.
ックしてね。レプリカボールの投げ入れです。はい、中尾投手、OK。 さあ、それではライトスタンドの応援やっていきましょう。さあ、両選手からもレプリカボールの投げ込み、そしてパート